聞こえてますか？そうか。抜かれてない時に。ますか？聞こえてますか？あ、聞こえてます。聞こえてますか？聞こえてますね。聞こえてますか？大丈夫ですかね？聞こえになりました。あ、聞こえました。聞こえになりました。お、よかった。じゃあ最初からやり直しましょうか。はい。最初からやり直しましょう。はい、最初から。最初からいきましょう、じゃあ。はい。じゃあ、仕切りでございます。本番いきましょうか。はい、はい、はい。大変失礼いたしました。皆さん、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか反応が薄いなと思ってたんですよ。すみませんでした。聞こえてなかったはい。あの、世間はホワイトデーってところから、やり直しです。話しましょうかね。そうですね。まあ、そんな大した話はしてないですけども。じゃあ、まあ、もうゲストさん映ってますけど、聞こえない。あ、え、まだ聞こえない。聞こえてる人と聞こえない人がいるの？なんでだろう。それ、あれじゃない、なんか、ボリュームゼロにしてるとかじゃなくてそっち側で、ね、端末のボリュームゼロとかじゃなくて大丈夫かな、聞こえてますか、聞こえてますか、大丈夫かな。さっき聞こえるようになりましたって言ってたもんね。そうですね、多分大丈夫かな。聞こえないって言ってる、まだ聞こえない、本当。わお。あ、はーい、はーい、 どっちのハイだろうだ聞こえてるかな、聞こえてるってことかな、聞こえてるってことか、あ、はいってこと、はい、わかりました、聞こえてますね、はい、はい、じゃあ、あの、もう一回最初から今までなかったことにちょっと15分ぐらい忘れてください、はい、何も覚えてないです何も起こってないじゃあ改めまして、ビジログチャンネルでございます、よろしくお願いいたします。あ、聞こえます、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ改めまして、最初からいきますんで、あの、ここから見た人も全然大丈夫ですんでね、よろしくお願いいたします。あ、私、あの、ビジログの山本貴也でございます。天の声務めさせていただきます、よろしくお願いいたします。お願いします。そして本日は、ブレイブとトリニティレコードさんお呼びしておりますので、この2バンドでお届けしたいと思います、よろしくお願いします。お願いします。で、最初のゲストがトリニティレコードさんということで、もうちょっと叫ばして画面出ちゃってましたけど、はい、大変失礼いたしました。じゃあ最初のゲストです。トリニティレコード皆さんです。どうぞ。再びじゃないですよ。あ、初めまして。初めまして。危なかった。危なかった。危なかった。なんか、ようこそビジログチャンネルにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速ですけども自己紹介をしていただいてもよろしいですか。はい。はい。サクさんからいきましょう。マニピュレーターやってます。サクです。よろしくお願いします。マニピュレーターのサクさん、よろしくお願いします。お隣に行きまして。はい、ボーカルのカイです。よろしくお願いします。カイさん、よろしくお願いいたします。ギターのシオです。お願いします。シオさん、よろしくお願いします。ベースの MST ことマサトです。よろしくお願いします。マサトさん、よろしくお願いします。はい、この4人がトリニティレコードさん。はい、ということですけれども、まだ始動してから1ヶ月ちょっとでしたっけ？ちょっとよく知ってますね。いや、そうなんですよ。そう、なんでも私はね、リサーチがすごくて。何でも知ってますよ。素晴らしいです。さすがです。本当助かります。まだ1ヶ月ぐらいってことですけれども、はい、まあ、どんなバンドかっていうのをちょっとあのご本人の口から教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。はい、一言で言いますとですね、一言じゃなくてもいいですよ、二言ぐらいで言いますか、はい、じゃあ、はい、激しくて、うん、エモいバンドです激しくてエモい、はい、激しくエモいバンドです、はい、エモいバンドですね。なるほどね、はい、曲調とかが激しいってことですか、ライブも激しいです、そうですね、ライブも激しいです、シャウト、僕はとてもシャウトをするので、うん、激しいですね。曲も激しければライブも激しいんじゃないかな、うん、なかなかに、うん、はい、楽しいもんねと思います。じゃ、激しくてエモいっていうのがそのバンドのコンセプトにもなってるってことなんですかね、はい、はい、エモさは大事にしてますね、はい、エモさは大事、はい、トリニティレコードっていうそのバンド名は何か意味があったんですか。なんか響きと並びがかっこいいなっていう大事だよね、うん、かっこいいからそれがいいなみたいな感じでした。結構候補がいくつかあった中で決まったんですか。だからトリニティが最初にあって、はいはいはい、自分の中で、うん、トリニティなんとかにしようみたいな、そこまで言ってたんですね、はい、うん、トリニティ何にしようみたいな、こうふわっとトリニティなんとか、トリニティなんとかって言い続けて、うん、トリニティでこう、あ、これだみたいな、なるほどね、ピッときちゃった、もうピッときた、そう、五感で
割とじゃあ響き響きです。響きで決まった、うん、響きがかっこいいから感じなんですね。トリニティデコードさん、トリニティデコード、はいはい、そうです、わかりました。で、まあ、メンバーさんはちょっと後で当然の方を紹介していただこうと思うんですけれども、はい、あのどうやって集まったんですかこのメンバーは。もともと僕とマニピュレーターのサクは、はい、あの同じバンドをやってまして。あ、なるほど。そうなんですよ、同じバンドやってまして、うん、で、まあそのバンドが終わった時に、まあ、一緒にやりましょうよっていう話をまして、最初は2人だったんですよ。ボーカルとマニピュレーターだけだったんですか。そうです、最初はそうで、うん、すごいな、M フロー状態だもん。そうなの。で、そこから僕が個人的にこうかっこいいなと思ってた、まあ、ギターのシロ君を、うん、あの嘘ついて呼び出して、はい、電話で嘘ついて、本当はそのバンドを一緒にやりましょうっていう誘いをするつもりだったんですけど、はい、ちょっと今あのどこどこで飲んでるんですけど、なんか暇だったら一緒に飲みませんかって嘘ついた。ただのそのお酒飲みましょうのお誘いのふりして呼び出して、うんうん、それで担当直入に言うと一緒にバンドやりたいんですよっていうふうに急に言ったっていう、うん、あ、そうなんですね。でそうやって誘って、うん、あのすぐ割とオッケーしてくださってね、うん、そう、そう、騙されたんですね。誘われる前からでも好きだったんですよ。あ、そうだったんですね、はい、興味はあった、はい、お、ありがたいことに、うん、そうなんです。なるほど、ね、なんかちょっとその誘われた時にもしかしてワンチャンみたいな、あんじゃねえか、もしかしてそうなんじゃねえかもしかしてワンチャンあんじゃねえかみたいな。あ、じゃあちょっと、はい、期待はしてたんです。なんとなくそんな話だったら嬉しいなみたいなことはあったんですね。はい、ありました、少し相愛だったんですね。はい、そうだね。そうだね。いや、うん、素晴らしい。で最後マサトなんですか。僕は、はい、そのこの彼についてきた感じですね。そのまんま。なんかこの二人いるんだけど、うん、ベース弾いてくれないみたいなのから始まって、はい、うん、で僕は直接は知らなかったんですけど、この彼だったり。はいはいはい、でもなんとなく知ってて、ちょっと噂も聞いてかっこいいよみたいなのを聞いてたんで、うん、あ、すごい。興味あるって言って、うん、で一回ライブ見させてもらってかっこよかったんで、うん、やりたいって言って即決ですか。即決、もう俺は悩むことはしたくないんで即決で、うん、基本的には決めるようにしてます。エモーショナルに決める。その当時からエモかったんだもん。やるって決めたらやるっつって。結構マニピュレーターがいるバンドってなんかこうあんまりそのビジュアル系の中では少ないのかなって気は。そうですね、はい、だと思います。僕もあまりね、うん、まあね、あの同級で流してる方はねいっぱいいますけど、はい、そのメンバーとしていらっしゃるところは結構少ないんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。マニピュレーターはいつからっていうとおかしいけど、なんかどういうきっかけで始めたんですか。きっかけ、はい、もともとそういうなんか興味があったんですか。いや、かっこよさそうだったから始めました。男の子だね。男の子の理由ね。楽器とかじゃなくて最初からそっちに行こうと思った。あ、もともとドラムやってたんですけど。あ、ドラムやってたの。はい、ほう、じゃあドラム叩けるじゃないですか。確かに。なんだろうな、なんかすごい彼は表現するのが好きなんですけど、うん、その自分の表現というものを突き詰めていった時に、はい、ドラムじゃないなって思ったらしいです。うん、ドラム別になんかドラムは違うなみたいな感じになったらしくて、でなんかでも一緒にバンドやりたいねっていう話をしてて、うん、どうしようねって考えてた時に、うん、じゃあお前マニピュレーターやんなよって僕が言って、うん、やってみようかみたいな、ね、そんな感じだったと思います多分。うん、解散きっかけで始まった感じなんですかね。はい、うん、なるほどなるほど。じゃあそんな4人ですけども、はい、ドラムは今じゃあサポートを入れてライブはやられているということですよね。はい、じゃあちょっとお隣のメンバーをご紹介していただこうかなと思うんですけども、はい、さっきじゃないですけど、さっきと同じ順番ですか。大丈夫です。前世の記憶だ。前世の記憶だね。さっきではないですけど、同じ順番で。どっかでなんか見た記憶があるんですけど、サクさんがか、カイさんをご紹介いただく形でもいいですかね。はい、コンパクトに。コンパクトに。はい。彼はボーカリストです。こう。かっこいいです。うん、小学生の日記みたいな。日記だよね。僕声好きなんですよね。うん、こいつの声って分かる声持ってるボーカルが好きで。うんうん、貝は貝だなって。
まあ結果エモいしね、結果。なるほどね。はい。もともと知ってたんですもんね。もう一緒にバンドやってたからね。ああ、そうです。はい。ずっとじゃあ声が好きで。